お疲れ様です。ネットワークビジネスってあるじゃないですか。ネットワークビジネスで多くの方が失敗したり、お金を失ったり、信頼を失うっていうのは、まさにコンテンツビジネスと似てるのかなと思うんですよ。つまりは、ネットワークビジネスで新規の方がサインするまでは一生懸命アプローチするんですよね。で、サインしてくれて、自分のダウンになった途端に、サポートがものすごくおろそかになって、はい、次みたいになっちゃうみたいなね。まさにサインをするまですごく不安で、サインをした後に自分もネットワークビジネスに参加しちゃった。ちゃんとサポートを受けれるだろうか、最新の情報は来るだろうかって思ってるわけですよね。でも、自分にサインをさしたダウンライン、アップラインの人が、なんかいきなりそっけなくなっちゃってね、だんだん縁が遠くなっちゃうみたいなことってあると思うんですよ。で、なんかこう、質問したら、あ、それ、ここ書いてますよとか言ってね。そういうんじゃねえだろうと思うんですよ。サインするまでに一生懸命アプローチしてくれて、それ以上にサインをしてくれたらやらないといけないと思うんですよね。つまりは人間関係のビジネスなんで、なんですかね、ネットワークビジネスなんでね、で本社の情報に自分でサイトでアクセスすればいいじゃんとか、本社に問い合わせればいいじゃんじゃなくって、誰を信用して買ったんだって話ですよね。会社を信用して買ったところもあるけども、会社のことを紹介してくれたあなたのことを信頼してサインしたのに、途端に縁がなくなっちゃうと、それはダメでしょうってことなんですよ。ね。それで、ネットワークビジネスの会社がちょっと傾いた時に、ああ、自分もなんか被害者なんですって、いきなり手のひら返すわけですよ。そうじゃないと。会社はダメになったかもしれないけども、でも、この経験を生かすために何をやっていこうか一緒に考えましょうみたいなリーダーシップを持ってね、ネットワークビジネスじゃなくても次のチャンスを探してくれる。取り戻すためにいろいろ考えてくれる。そのために自分の能力をダウンラインの方に割いてくれるみたいなところに、ああ、ネットワークビジネスはうまくいかなくなったけども、でもこの人と繋がれてよかったなと、この人についていこうかなっていうふうなところに、新しいビジネスの、窓が開かれるんじゃないかなと思いますし、これはダウンラインがアップラインを見るのも同時にですけども、ダウンラインの人も誰かに対してそういう人間であるよってことなのかなと。だからビジネスはやった以上自分が育っていかないと、それは何やってたんですかって話ですよね。ただ、教室に入って机に座ってりゃ、試験に合格するんですかって話じゃないですか。そうじゃないですよね。やっぱり自分でどの試験を受けるかを決めて、どの専門コースに行くのかを決めて、それなりに大変なこともあるし、誰とつながるべきか誰とつながらないべきかを選んでいくってこととね、もう常に選択と決断と行動の連続がこうぐる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 回って、ネットワークビジネスに限らずコンテンツビジネスっていうのはあるのに、ダウンロードで自動的に売り上げ、確かにそれはありますよ。それはあるんだけども、それをやってプラスあなたは何をするんですかですよね。だからダウンロード販売はみんな他のビジネスやってる人もやるんですよ。ネットワークビジネスやってる人も似たようなところでは同じなんですよね。でも自分なりに差をつけるとしたら、やっぱり自分が出ていかないといけないですよね。でもこの人ならっていうふうに思わせないと。この商品ならとか、この会社ならじゃダメなんですよ。この人ならって思わせるところが多くの方に足りてない、ビジネスが継続しないような、その一つの要素なんじゃないかなと思いますね。だからこれからも私はね、自分がもっともっと出ていくことによって、誰の手をつないでいるのかってことをね、意識しようかと思いますね。いってらっしゃい。